はい、皆さんこんにちは。前回の動画ではディズニーランド14時から行って何個アトラクションに乗れるかという内容をお届けしました。今回は少し目的を変えてディズニーランドのグルメを中心にお届けしたいと思います。今回の動画最後まで見ていただければ、ポリネシアンテラスレストランのパンケーキ、ディズニーランドその他のおすすめグルメ、週末パークの混雑状況、これらの内容が分かるようになってますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。本日は7月18日土曜日です。現在時刻は13時20分。今日も14時からのチケットです。今日も足腰をいたわってリゾラで移動します。まもなくリゾートライナーが参ります。ホームのドアからライトを待ちください。リゾートラインが到着しました。14時開園の約30分前ということで、ホームには結構な人がいましたね。この日ダッフィー&フレンズライナーも通ってたんですけれども、僕が乗ったのは通常タイプのものでした。舞浜駅ですけれども、毎週毎週人が増えているように思います。前方に見えているのはボンボヤージの列です。ディズニーランドに着いちゃうんじゃないかぐらい伸びてますね。皆さん何を買うのか一人一人に聞きたいです。はい、ということでディズニーランドステーションに到着しました。現在時刻13時31分ですね。先頭から最後のコーンまでだいたい半分ぐらいの列が埋まっています。先週よりも到着が10分遅かったんですが、10分でだいぶ人が埋まりますね。先頭から10列目くらいまで人がいます。地上に降りてきましたけれども、どんどん人がね列に加わっていきます。僕は正面ゲートの列に並ぶことにしました。現在時刻14時5分。入園まで5分かかりましたけれども、無事にディズニーランドに入ることができました。早速ねポリネシアンテラスレストランめがけて進んでいきたいと思います。なんかだいぶ先週より人が多く感じますね。なかなかサクサク前に進むことができません。途中でディズニーランドバンドに遭遇しました。久しぶりに演奏を聴きましたね。ちなみに僕が一番得意な楽器はリコーダーです。それでは早速ポリネシアンテラスレストランに行きたいと思います。場所はウェスタンリバー鉄道のお隣ですね。ポリネシアンテラスレストランダイニング&アイランドエンターテイメントと書いてあります。ランチメニューはこちら、パンケーキセットが2つ書いてありますね。パンケーキという文字だけでテンションが上がります。ちなみにこのポリネシアンテラスレストラン初めて行きます。人生初ですね。ちなみにパンケーキを一人で食べるのも人生初です。緊張します。プライオリティシーティング、予約をしてなかったので並ぶことになりました。列の最後尾に並んだのは14時21分ですね。何分で入れるかも見ていきたいと思います。列に並んでだいたい27分30分ぐらいで先頭に来ました。結構待ちましたね。店内に入りました。割とね間隔を空けて皆さん座っています。男一人で来ているのは今のところ僕だけです。ちょっと恥ずかしいです。テーブルにメニューは配られなくて、 QR コードでスマホで見る形になります。メニューを詳しく見る場合はあちらの QR コードを読み取ります。メニューは3種類ですね。甘いものが好きなので僕は一番上、デザートパンケーキドリンクセットにしました。飲み物もプラス400円でスパークリングタピオカドリンクに変えています。お店ではマスクの入れ物も配ってくれます。マスクって置き場に困るのですごくありがたいですね。お隣の席は使えないようになっていて、ソーシャルディスタンス対策が取られています。はい、こちらスパークリングタピオカドリンクです。味的にはねマンゴーピーチとかそういった風味になってました。トロピカルフルーツ系ですね。こんな感じでインスタに載せるとかなり映えそうです。いちごのジャムも到着しました。賞味期限12月14日。まだまだバッチリ期間があります。今日ミッキーの真っ白な服で来ちゃったので、パンケーキのソースを飛ばしてしまわないかすごい心配です。パンケーキ到着しました。めちゃくちゃ美味しそう。パンケーキの上にはストロベリークリームが乗っかっています。それからフルーツ、バナナもたくさん乗っています。こちらのアイスはカシスアイスです。最初これスティッチだと思ったんですが、よく見たらエンジェルでした。食べるのがもったいないです。パンケーキの生地もふわふわでめちゃくちゃ美味しいです。ストロベリー生クリームソースとかなり合います。個人的にはこのアイスが一番お気に入りで、パンケーキの甘さとこのカシスの酸っぱい感じ、それがねすごい合います。こういうチョコレートは最後に食べる派です。大満足のパンケーキでした。現在3時21分。滞在時間としては30分ぐらいですね。お腹が空くまでちょっとブラブラしたいと思います。
ャングルクルーズ、それからウエスタンリバー鉄道、両方ね大人気ですごい列ができています。先週来た時夜乗ろうとしたらねラインカットで乗れなかったので、今日はちょっと早めに乗ろうと思います。時刻は15時55分、ウエスタンリバー鉄道の待ち時間は35分です。素晴らしい旅にご案内します。安全のため旅の間は立ち上がり、右手にある小さい駅はスティルウォータージャンクションといいます。フロンティアスピリットが燃え尽きることは決してないでしょう。こっちも手を振ってみましょうかね。ビカクエオアシン、この土地を開拓したんですよ。彼らはとても親しみやすくて賑やかな西部の街が広がってます。カーボーイや牧場主、それに多くの開拓者がこの町に立ち寄って、生活に必要なものを買ったり、食事や音楽を使う。この山に入ろうとしません。それからあれです、恐竜の骨が見えますよね。ウェスタンリバー鉄道終わりました。やっぱいいですね。ちょっと喉が渇いたんでドリンクを買いたいと思います。スパークリングタピオカティーを飲んでいきたいと思います。マンゴー&シトラスのタピオカですね。量が多いので転んでぶちまけないか心配です。マンゴー&シトラスのタピオカティーが売っているのはちょうどカリブの海賊の正面になりますね。お店の名前はザ・ガゼーボ、休憩所という意味だそうです。休憩していきたいと思います。マンゴー&シトラスかなりでかかったですね。想像以上です。味はねやっぱりマンゴー、シトラスですごい爽やか系で美味しいです。もうごくごく飲めます。スパークリングなのでちょっと微炭酸ですね。ごちそうさまでした。パンケーキを食べ終わって約1時間半、お腹が空いてきたのでこちらの列に並んでいます。並んでいるのはこちらチャイナボイジャーです。しょっぱいものを食べていきたいと思います。メニューはこちらボイジャーセット、ローストビーフとエッグの冷やし麺、杏仁豆腐もついてきますね。それからこちらスープヌードルということでブラックペッパーポーク麺があります。店舗の入り口には消毒液が置かれています。はい、ということで僕が注文したのはこちらブラックペッパーポーク麺です。ちなみにチャイナボイジャー僕初めて来ました。これ美味しくないわけないですよね。めちゃくちゃ大きなポークが入っています。このスープ見てください、美味しそうでしょね。ブラックペッパーポーク麺めちゃくちゃ美味しかったです。もう街中でも売ってほしいですね、それぐらい美味しかったです。卵もスープが染みていてめっちゃ美味しいです。マイク・ワゾウスキーに見えてきますね。パンケーキのエンジェルのチョコレート同様にこちらのポークも最後に食べます。30センチ定規ぐらいあるんじゃないかぐらい大きいですね。ブラックペッパー味ということで文字通り胡椒が効いていてすごく美味しかったです。噛み切るのが大変でした。大満足のチャイナボイジャーブラックペッパーポーク麺、皆さんもぜひ食べてみてください。今日アトラクションウエスタンリバー鉄道しか乗ってないんで、ちょっとねチャイナボイジャー消化してる間に他のアトラクションに乗っていきたいと思います。現在17時42分、やっぱりアトラクションビッグサンダーマウンテンに乗ることにしました。現在最後尾です。待ち時間40分なんですけれども、バンバン列が進んでいきます。先週使っていたこちら左側の Q ラインも使ってないようですね。ジグザグ進むんじゃなくてもうまっすぐ進んでいます。40分待ちという表記でしたけれども、実際は20分半分で行きました。ということでビッグサンダーマウンテン終わりました。続いてねもっとアトラクション乗っていきたいと思います。全然お腹が空きません。現在時刻6時15分、閉園まで残り2時間弱となりました。次に乗るのはこちらホーンテッドマンションです。待ち時間13分、つまり5分ぐらい乗れるということなので乗っていきたいと思います。終わりました。やっぱりホーンテッドマンションプレショーがないのであっという間ですね。全然お腹が空きません。先週乗れなかった It's a Small World、 こちらにやってきました。待ち時間は15分ということですぐ乗れるんじゃないかなと思います。乗り場に到着しました。やっぱり一組ごとに一列空けてるようですね。どの位置に座ることになるのかちょっとドキドキします。まさかの先頭ど真ん前でした。 It's a Small World、 先頭に一人で乗るのは初めてです。人生初のイベントがたくさん起こります。
お土産あさってたらすっかり時間が経ってまして、現在19時42分です。閉園まであと20分ですが、お腹が空いたのでご飯を食べたいと思います。やってきたのはこちら、リフレッシュメントコーナーです。リフレッシュメントコーナーはオープンカフェスタイルのお店になっています。こちらで食べれる名物はホットドッグです。我々のウィンナーが勝者、 Our winners are winner ということでウィンナーがかかっています。 Everybody loves them、 みんな大好きということだそうです。ホットドッグのセット、ポテトと飲み物がついてお値段840円です。ケチャップとマスタードは自分でかけるシステムです。ご覧の通り、僕がかけると汚い感じになります。でもね、味は最高に美味しいです。ごちそうさまでした。はい、ということで今回はディズニーランドのグルメを中心にお届けしてきました。ポリネシアンテラスレストラン、デザートパンケーキセット、ザ・ガゼーボ、スパークリングタピオカティー、チャイナボイジャー、ブラックペッパーポーク麺、リフレッシュメントコーナー、ホットドッグセット、どれも全部美味しかったんですけれども、お気に入りはチャイナボイジャーのブラックペッパーポーク麺です。もしね、ポリネシアンテラスレストランに行かれる際は事前に予約するプライオリティシーティング、こちらを利用するといいと思います。僕みたいに30分並ぶ必要もないんでね。またディズニーランド、それからディズニーシーのグルメリポートしていきたいと思います。今回の内容が少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではディズニー関連の動画を日々アップしますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。